ントで2組あります。まずは1組チーム紹介いたします。2レーン、ルモイ、第1走者、鈴田優真くん。第3レーン、旭川西、第1走者、奥山隆輝くん。第4レーン、旭川実業、第1走者は那須川一成くん。第5レーン、旭川栄陵、第1走者は谷口宗博くん。第6レーン、旭川工業、第1走者は田中修くん。以上5チームでタイムレース1組目出発です。あんしてるわ。あんはバグリー、あんは20分やってるじゃん。あんはバグリーじゃん。スタートいたしました。男子全国選手権リレータイムレース決勝1組目となります。タイムレース決勝ですので、2組終了した後総合順位の方を発表いたします。総合順位で5位以内であれば全道大会もしくは標準記録突破するかどうかということになります。大会記録は2016年、旭川大学高校が作りました。30秒09。さあ先頭ホームストレート。さあ最初にバトンが渡るのは工業と栄陵がほぼ同時に第2走者にバトンが渡ります。第2走者はナイトジュール君。さあさらに前出るのは旭川栄陵、そして旭川西。現在先頭は旭川西、第3走者桜井くん。先頭はバックストレート。そして西に続くのは旭川工業と栄陵、工業が少し前へ出ます。そしてルモイ、旭川実業。早いよ、僕ね。先頭は旭川西ですが、追い上げてくるのは旭川工業。旭川工業第3走者渡辺くん。さあ工業が前に出ます。バトンは工業が最初、出雲に栄養実業。さあ後ろを大きく突き放したのは旭川工業。工業のアンカーは大村くん。そして2番手にはルモイと西、ルモイが前に出ます。で後ろから追い上げているのは旭川実業、アンカーは武田くん。800m で大会新記録を出した武田くんが2番手まで上がってきます。先頭は旭川工業、そして2番目には実業、栄陵、そして西、ルモイ。工業が先頭でゴールです。
先ほども申し上げましたが、決勝タイムレースとなりますので、総合的な順位は2組目が終了した後にお伝えいたします。もしもしただいま始まりました男子 100m リレータイムレース1組目の結果です。プログラムは1ページです。旭川工業時間3分38秒672着旭川実業3分43秒203着旭川営業3分45秒284着、旭川市、3分47秒735着、鶴森、3分48秒73以上、男子 4×400m リレータイムレース1組目の結果でした。それでは本日の最終種目、男子 1500m リレーのタイムレース決勝2組目チームを紹介いたします。皆さん盛大な拍手で選手の後押しよろしくお願いいたします。第2レーン旭川大学第1走者中瀬陽君、第3レーン旭川北第1走者大友隼人君、第4レーン旭川龍谷第1走者佐藤春人君、第5レーン旭川東第1走者北村明日美くん、第6レーン富良野緑穂第1走者谷丈一郎くん、以上5チームでタイムレース決勝2組目スタートです。男子 1600m リレーの決勝です。極大北、龍谷、東、平の6号1組目のトップタイムは3分38秒672組合わせての順位で総合結果がございます。ホームストレートの方に戻ってまいりまして、最初にバトンを渡すのはどこでしょうか。こちらが最初にバトンを渡した模様です。さあ先頭はバックストレート特大龍谷、特大龍谷が東緑穂さあ先頭特大砲 150m ラストを切りましてホームストレートの方に戻ってまいります。局内第2走者は大田くん、龍谷、立花くん、さあ第3走者最初にバトンを渡すのは局内校、そして龍谷、北、東、緑穂、さあ先頭バックストレート局内校はラスティくん、追いかける龍谷は柳瀬くん、そして西田緑穂、東さあ緑穂が前へ出ます。先頭特大砲はラスト 150m 間もなくホームストレート
この後アンカーにバトンが渡ります。アンカーに最初にバトンを渡すのは玉大校、そして龍谷、浦野緑豊が上がってきております。龍谷と緑豊、そして岸田、なし。さあ、センター玉大校はバックストレート、アンカーは池田君。そして朝日川流国、門脇君、平野緑穂、平井君。さあ、先頭は徳内、そして浦野の6号、旭川龍谷、東北、さあ、先頭この後、2組目の結果をお伝えした後、総合順位をお伝えいたします。野球ね、見に行きました。あのテレビで私が見に行って、ただいま行われました、男子 1600m リレー最後レース2組目の結果です。陸上の主人のこと好きなんです。旭川大学の実質が3分29秒19。